どうもカープメディアのメヤです。どうもメッチです。今日はですね、はい、明日のガチャが引きたくて、明日というか早く報酬が欲しくて報酬が欲しいとファイフェスね、はい、ファイフェス引きたくてたまらないです、うん、バンバンバンみたいな。やめてくださいはい、まあ、とりあえず、うん、まあ、それに行くまでに、はい、あのまたちょっと違うね、はいはいはい、新しいデッキを考えてきたんで、なるほど、はい、まあ、そちらをねやっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、ですね、何のデッキかと言いますと、はい、まあ、黄色と青なんですよ。はいはいはい。でですね、僕あの、うん、ガタロを狙ってガチャを引いたって前回言ったと思うんですけど、こっそり引いたやつね、はい、ガタロを狙ってガチャを引いたら、うん、まあ、スクリーナーズアイを引けたので、はい、まあ、ガタロは出なかったんですけど、うん、まあ、これをやっぱ使って、はいはい、あのアジャストレンチにプロテクター400貼って、うん、これは強い、倒させずに盤面を作りつつ相手を倒す黄色青のタックをね、はい、やっていこうかなと思ったので、はい、まあ、こちらをね今日使った、このレシピになっております。いいですね、やっていきたいと。今見たらめちゃめちゃナイスバディだったわ。さあ行きましょう。めちゃめちゃナイスバディだね。めちゃめちゃナイスバディだね。めちゃめちゃナイスバディだねこれ。やばいね。え、これ男だと思ってたもん。え、マジで？うん、顔だけ映ってると男だと思う。ああ確かに。ナイスバディ。行きましょう。はい。さあ行きましょう。遠いですね。遠いですね。うん。トイも強いんですよね。強い。先行と。はい。強い。強い。おお、なるほど。パイロンいきますか。パイロン相手リーダー前とかでもいいかもしれないですよ。ここでもいいか。うん。まあ、屍の姫君ぐらい。うんうん。ですかね。覚醒した。はい。覚醒とかスタイルチェンジした。スタイルチェンジ姫君かモンスターか。うん。モンスターショットで出されるときついですけどね。見ましたか皆さん、ここ今要チェックですよ皆さん。俺がね言ったことマジでいつも本当にすごい。これ預言者、預言者名やなのに、ね、俺マジで預言者だと思う。なんか占い師になるそう。いや本当になれんじゃないの。これ左下にね、あのさっきのそこ危ねえ右下にオールフェイブル。ただこれもだいぶ強い。オールフェイブルって感じ。やばいだろ。やばいね。もう頭ん中入ってないんだよ。あんまり大きい声出さないで。そう。今体調悪おなんだから。さあ、すげえなあの動きは。まあまあこれランタンで200回復しつつ、はい、レイバーウルフもう一発パンチ入れましょう。ですね。はい。それで。はい。ランタンかわいいね。かわいい、癒し。あっちでもよかったか、スケールでもよかったか。でもな、うん、どっちもどっちって感じですかね。ですね。まあまあまあ、まだまだいけますよ。はいはい。このね、人面犬にアーツつなげるのも結構嫌なところにランタン置けたんで、はい、ですね。はい。でこちらアジャストエンチもいますよと。はい。嫌なのが木馬ですかね。木馬、姫君。いや、それとしょれないから。レイバウルフは絶対しょらないといけないんで。うん。なるほど。はい。しかもこれだと、はい、1回出しょれできないと。はい。1割3ですね。1割3。戻っていった。おい。お、お。なるほど。だって辞書ってくるか。これはまあ処理木馬と。そうですね、処理場ですね。処理場って初めて言ったでしょ今。耐えられるかな。私の拷問に耐えられるか。デュラハン来たよ。マジ800円ですか。800でプラス人面犬の200。鬼やろ、強すぎる。まあでもですよ、はい、でもこれ、うん、相手もバース打って、はい、1300まではこっちも持っていけるし、はいはい、あの上プラスレンチができるんで、うん、ですね、かなりいい動きができるのかなと思う。はい、デュラハンはねやっぱり決められなかった時のリスクはありますよね、うん、そうですね、盤面にも1体しかいなくなっちゃう、はい、まあ、これでなんとかね、はい、
そっちじゃないんだよな。そっちじゃないんだよね。まあでも500入って1100なんで残り。はい。うん、まだまだ連中が生き残ればって感じ。はい。連中置くことでまあ処理も共有できるのかなと。はい。まああんまり処理してほしくないですけど。そうですね。処理されちゃうと逆に困るんですよ。はい。1100は出ないんで。ですね。まあ連中だけは残ってほしい。だから連中を諦めてクリティカルにかけて顔面に来るっていうのが一番理想の動きです。なるほど。でクリティカルが出ない。はい。出たらまずいです。ここにいるね、あのランタンも結構嫌な役割してると思うんですよ。ですよ、ですよ。はい。結構火力要因、サキュバスとかね。うん。その辺は置けなくなってると。ですね。お、処理か。こいつどういうことだっけ？攻撃力300の。300で。300はいないですね。いないですね。ラッキー。ラッキーですね。これはもしや？もしやありますよ。ジョーは生き残りそうですね。ジョーは残るね。はい。スクリーナーズは生きてんじゃん。スクリーナーズ出せなくない？これね、またまたガン攻めの大きな、やばいでしょ。さっきも出てるからね、デュラハン。デュラハンってかさ、俺同じファイターをあの2連続2ターン連続で出ないようにした方がいいと思うんですよ。ですね。うん、なんかね、読み合いもないし、なんかトイからトイとかライオンライオンとか、なんか2ターン続けて US 出てくると、いやいや無理でしょってなる。 US はせめて出ないとかにしてもいいね。した、いやした方がいいと思うよ。 US はうん、おかしいもんだって。同じ連続では出ない、出ない方がいいと思うんだよな、うん、でなんかね、結構ねそのせいでなんかってそう、そまたまた持ってんのみたいな。そうだって、もうだってこれしか負けパターンないよっていうところでそれ来たりするからね。そう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 、そういうことが結構多いっすよね。さあ行きましょう。これでいいっすよね。はい、それで、はい、トイが出せないんで、うんうん、まあまあ粘り勝ちはできそうかなっていう感じがします。はい、言うてね、あのスクリーナーズアイ出てないんですけど。そうなんですよね。ただちょっとここはすいません、勝ちを取らせていただいて。てか僕はあの GKT もまだ引いてないんですよ。 GKT 入ってる？入ってるよ。入ってなかったっけ？分かんない、ちょっと見てみよう、うん、入ってなかったら大問題ですよ。これはもらえましたね。これはいきましたね。はい、こちら、はい、アジャストレンチいます。はい、はい、こちらアジャストレンチいますさあ、まあさすがにこれは、うん、勝ったでしょうといったところでしょうか、ね、長いね、このタック。確かに、まあ JP いるとどうしてもね、うん、耐久寄りにはなりますけど。保険適用外ちゃんと今、手術のあの手袋ね。そうスッスッて。なるほど、マジメイケン。はい、これは勝つと。はい、しかしこちらアジャストレンチいますもう分かったよってぐらい言ってますけど、レンチほんと強いな。レンチ強すぎる、うん、まあこれで、はい、まず1回目勝利と。はい、ちょっと GKT 入ってるからちょっとチェックしていいですか。1回ちょっとレシピチェックしてもう1回いきます。もう1回いきましょう。はい、さあいきましょう。はい、まあ GGG ですね。うん、ちなみにレシピ確認したところ GKT 入ってました。入ってましたね。全然見なかったですけどね。うん、なんかマジで見てない、うん、あ、これいきましょう。いやー、どっち、どっち派。いや俺レンチ派か。レンチ派か。いやレンチだな。レンチっすね。いや、あレンチ、レンチでレンチでいきましょうか。はい、はい、ですね。軽く出す意味だったらレイバーでもいいっちゃいいんですよ。レイバーここでもよかったっちゃうから。レイバーそこでもよかったんですよ、うん、で処理されたらみたいなところ。はい、はいはいはい、だから無理やり処理しないといけないと。うん、敵をうがてトーテムアタック。ポーラね、最近なんかちょっとどうかなって思い始めてる俺がいるんだよ。あんま強くないと。うん、なんかアーツが弱い。登場時のスキルはめっちゃ強いけど。ああ、なるほどね。うん、いやアーツ強いよ。アーツ強いかな。アーツ強い。間違いなく強い。どうしても縦で欲しいんだよね。まあ嫌だなっていう時はありますけど、それは縦列取られてる時とかは神じゃないですか、この盤面とかだったら。うん、まあ確かにな。うん、でもスケールでいいんじゃないですか。はい。逆でしたね。
ごめんなさい。いや、まあ大丈夫。バッキンガム逆に置くべきでしたね。バッキンガム逆バッキンガム逆でスケールをその下ね、うん、そうしたらリーダーにもつながったし、はい、きた、しょい、ビン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 、アントニオクリティカル、スクリーナーズアイ来ましたね。そう、左をね埋めてほしくないんですよ。だからですね、これでアジャストレンチとか出てくるとマジできつい。マジでやだ。アジャストレンチ出てきたら置けないですから。置けないですよ。救いなさい。置くタイミングなくないですか。後ろないからあれだね。危な。おお、シーバ置けるね。はい、置けるね。後手シーバ全処理してくると、これ置けるね。置けれますよ。しかし置いても、あー、そリーダー入っちゃうか。ふぅ、どっかのなんかシーバとかに入ってくれた方がよかった、ね、シーバかポーラでよかったね。まあまあまあ、今これ撮影中だと僕たちこれ声聞こえないんで、なんて言ってるかちょっと気になりますよ。スクリーンの材、うん、わかる、わかんない。あの、僕をもってしてもわからない。モノマネ芸人と呼ばれた、そこでいいんじゃないですか。ここでいいですよね、はい、はい、モノマネ芸人と呼ばれた、芸人だったの、私ですら、はい、このスクリーナーズアイの言ってる言葉がわからないです。わかんないですよね。いや、つえーな、200、800ってやばい、やばい、ね、いや、オーディオガールに何至っては、はい、200の1100ですからね。意味が分かんなくないですか。あとレンチね、レンチもやばい、レンチも1100、100の1100でバルバル、リーダーの横にずっと立ってる。うぜえ、無理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 、やばいもん、やばいね。アラジボーいっちゃった。まあでもスクリーナー材でこれは処理たいですよね、うん、ゴースとかもこれだって700になるでしょ。そう、やばいな。何来る？なるほど。いやこれは痛いね。火力高いね、うん、中央列取られてるの嫌。そうなんだよ、まあ、でも、プロテクター貼れるんで、はい、まあまあ、で一応ねこの HP800 のバーナードが残ってはいるんで、でもこれ繋がってないんだよね。繋がってないです。レンチとか引っ張ってこないと、やっぱタックだと、はい、あのレンチとか GKT とか持ってこれないのが、はい、そうなんですよ、あんまりね強みじゃないかなってですね。この今どうしてもやりたいことをこのスクリーナーズアイやりたいがためのレシピにしちゃってることによって、うん、なんだろう、タックの時にこう純粋に強いカードっていうのが今引けてない、そうなんですね、状況ですよね。まあ、これオーディオガール敵リーダー右下で、はい、まあ、全部処理しながら相手のリーダーにダメージ入るかなとはですね思います。はい、そこでここもねスクリーナーズアイがもしいたらですよ。いたらもうお祭り状態ですよ。相手2ターンかけないとオーディオガールするだけ。1100が急にどうやって倒したのっつって、1100目の前に出てくるの急に、やばいね。それは強いですよ。お、来た、はい、またスクリーナーズアイバーナーズだ。いいね。あ、これやばそうだな。あ、来るかな。でも、はい、来ても300、200で100残るんで、うんうん、多分あれバーナーズかな。オーディオガール、オーディオガールを取られちゃうんですよ。うわうわ、強え。これ中央取られるのすげえ嫌だな。やばいね、うん、引きもいいな。バーナードは残ります。バーナードは残るで、でもそっか、縦取られるんだもんな。そう、これ取んないとダメだね。だね。これやばいっすね。別に死にはしないんで、はい、次のターンやられると思うんで、うんうん、うん、でも1000だったらまだなんか耐えそうな気もしなくないですね。はい、これ行きますか。はい、どうしようかな。スクリーナーズアイ行った方がいいのかな。スクリーナーズアイでいいんじゃないですか。処理できないですよ。いや、スクリーナーズアイ、あー、だったらこれこっちじゃないですか。そうっすね、うん、微妙すぎる。微妙だね。まあでも縦取っときましょう。さすがにね、うん、取られすぎてるんです。ちょっとね、やっぱりこういう形になっちゃうとどうしようもないんで、はい、何かしらのアーツを相手に向けておかないとですね、はい、まあ、でもこのバーナードで割とダメージ入るんで、それはいいっすね。こっちっすね。そこ下ですね。
まあ、線はバーストなしだったら多分削れないんじゃないかなと思うんですよ、はい、うん、一応この辺あのレンチを置ける場所とかも埋めてるんで、はい、おそらくないかなと。ないと思いますよ、うん、スクリーナー材結論あんまり強くないですね。ですね。タックでやる意味もないし、うん、タックでやれたら強いかな程度かな、まあ、これをメインに組んじゃうと多分かなり厳しいと思うんで、うんうんうん、なので、現状スクリーナー材入れるんだったら、うん、もっと他に入れていいやつがいるかなって感じかな。別にスクリーナーズアイを、うん、なんだろう、そのメインにする必要はなさそうです、ね、うんうんうん、ですね、はい、バールめっちゃ来るじゃん。バールやばい。900はないか。200400ないですね。600700までしか出ないですね。バーストがここで来れば、お、勝ちましたね。あ、そっか、シャイ忘れてた。はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、よいしょ、シャイ、あちらの方向、ウェイ、よいしょ、交通整備、交通整備、イエー、危ない危ない。そうですね、はい、はい、危な。バーストの神様、アーメン。結論、スクリーナーズアイは使いづらい。はい、まあ、スタイルがいいよっていうところですね。そうですね、はい、まあそんな感じに思いました。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、まあ、2連勝はできましたが、そうですね、まあ、スクリーナーズあんま使えないっすね。ですね、使いどころとして、まあでも相手が今中央めっちゃ取ってきたっていうのもあるんですけど、うんうんうん、まあ使えたら強いけど、使えたら本当に強いです。1100とかが並べられれば本当に強いですけど、まあ使いづらいかなですね、印象を受けました、うん、まあ、ちょっといろいろ考えてみて、またね、はい、いろいろ面白いデッキを考えていきたいと思いますん で、ぜひぜひまた次回も見ていただけたらと思います、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。また次回も見てください。バイバイ。